昨日県内では東部の山間部を中心に大雪となりました。この影響で交通事故も相次ぎました。昨日の県内は東部の山間部を中心に大雪となり、御殿場市では最大5センチの積雪を観測しました。県警によりますと、県内では今朝7時までの24時間に積雪や路面凍結による人身事故が1件、物損事故が18件発生したということです。県警は今後も県東部や山間部で路面の凍結に注意するよう呼びかけています。